こんばんは。写真を撮りたいんだよね。こんばんは、わわわ、プルプー。てん。バレンタインデーもらっちゃった。ポンちゃんから交換こした。いいでちょん。めっちゃ可愛い。ブラウニーかな。これを今から食す。伸びて伸びて切ろっかな。可愛くない。このこれが好き。このロなんだっけ、ローズロなんだっけ。大人っぽい。だって髪色がさ落ち着いてるからかな。でもちなみにもうジャージよ、部屋着。お家帰ってさすぐにさ着替えるねんな。なんかパジャマじゃなくて部屋着、スウェットみたいなやつ。久しぶりにストーリーで質問募集しちゃった。なんかいい写真ないかな。雰囲気かわいいよ。てかこの前私服で着とったやつをもう早速部屋着にしとって。1999マイボーンマンマンハッタン。質問を募集するときのさ、なんかいい背景ないかなって探しちゃう。
ポチゴー。では今からポンちゃんにもらったバレンタインデーを食べたいと思います。これはね、てかさ、ラッピングすごくない？しかもラッピングさ、なんか可愛いのにやっても結局みんなさ、もうほんまに一瞬やんって思ったら、なんか100均のコスパいいやつにしちゃうけど、可愛いのにしたいよねとか思いながら。ありがとうさきちゃん。いただきマンゴーパクパクパク。すごいよ。バレンタインデーいただきます。かわいい、てか入れ物もかわいい。いただきます。今日の夜ご飯はもうね、食べた。お鍋、なんかお豆腐の賞味期限が近くて、お豆腐とキムチをね鍋にぶっ込んで鍋ごと食べた。お皿に入れるのめんどくさくて、あ、手で食べます。あ、おっくう。うん、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 想像以上に甘くなかったけど、この上のクッキーのやつ、なんていうんだっけ、このお菓子の名前、これが甘いからちょうどいい。おいしい。ココア密度だね、密度めちゃおっきい。ただし私は一口がでかいので食べれちゃうんです。はい、うん、うん、水分取らなあかんやつだ。口の中がねなくなる。ちゃんとねこぼすって分かってるから、下にねゴミ袋受けて食べてる。うまそうなの食べてます。前髪が伸びた。うん、おお、これはデザート。みたらし団子ね。しかわらび餅かみたらし団子の2択やったらね、きな粉の方取っちゃうねんな。え、これ一口でいけちゃうけど、ちょっとさすがにやめとく。うん、
しい。今さ、なんかギルドって見えたからさ、ドライブ開いてさ、ギルドボタン押したらもうなくなってた。悲しい。ね、待って、ギルドのコインとか全然何もせずに悲しいな。仲間が一人ぼっちになってしもた。あ、なるほどね。メンバーでギルド結成って。ラスト一口。ごちそうさまでした。うん、ちょっとしかもこれ作ろうかなって悩んだんけど、いかにみんなに配りたかったから、コスパ優先、コスパ？なんか量か、量優先しちゃうからクッキーにしちゃった。ゴチでした。美味しかったよ、さきちゃん。顔がシュッとしています。してないよ、絶対近も悪くなったって最近。いや絶対なってん、ちょっと気をつけるわ。ゴロゴロしよう。鏡がね、目の前にあって、え、ほんまにシャープに見える。優しい、みんな何も出えへんで。優しいからな、みんな。え、ほんまにゴロゴロしてるからかな、小顔ローラー。みんなが褒めてくれる。怖い怖い。いや効果あんのか。腰が痛い、痛い、ごめんなさい、ボキボキってなした。テーマ募集いたします、みんなからの結果
なんかチカが話したそうなトークテーマ。うん、何でも食べ物以外にしよう。いや、なんだかんださ、結果なんか出てきそう。遠くから言われたら嬉しい言葉。あ、でもこれは原点に戻るけど、可愛いっていう言葉が一番言われて嬉しいなって思った。最近可愛いってさ、面と向かってなかなか言えることじゃないやん、それって。だからそれを言えるみんなってすごいなって思うし、なんか素直じゃないからすごいなって、ほんまに素直にそれは思う。めっちゃ照れるけどね。でもちゃんとさ、可愛いってなんか表現してくれる人ってなんか好きやなって思った。だからみんな大好き。可愛い時でどっちも嬉しいけど、昔は高校生とかは綺麗より絶対可愛いやったな。正直綺麗はなんか大人っぽすぎて、なんか勝手に自分の中で老けてるんかみたいなそう思っちゃってたから。でもね、嬉しい、褒められると。結果だからみんながちゃんと言ってくれるから、しかもちゃんと表現しようって思った、素直に。だからそれが一番なんか無難に嬉しい。無難というか一番嬉しいね、それが原点。いや、ほんまにそうやと思う。逆にみんなもさ、こういう風にオタ活してへんかったら可愛いってこんな言えへんと思うよ。むしろなんか言える免疫がついてるから、みんなはもうモテまくりよ。可愛いってありがとうとかさ言えへん時は言えないもんね。モテないんだが、結局考えてみんな、恋愛、これじゃあ恋バナ、結局モテたい人にモテれればいいじゃない。だからさ、好きな人にモテればいいよ。たまにファンの人の恋バナトークすんねんけど、密かに好きな、なんか地下の好きな話、みんなの話聞いて、えーってそんな過去あったんやとか。なんか歌詞でもよくあるやん、片思いでちょっと切ない感じのやつ、もう苦しくなるもん。窓際ラバーもそうじゃない。それこそ教室の片隅でさ、恋してんだよ、届かへん恋してんだよ、あ、なるほどね。可愛いでも言い過ぎるのも良くないんだね。どんな人に恋するか。でもファンの人が一番なんか一番理想じゃない。なんか優しくて可愛いって言ってくれて、甘やかしてくれて条件でメンバーと話してた気がする。昔ファンの人の何最高じゃない、条件っていう風に。好きなタイプね。あ、聞きたいな。じゃあみんなの恋バナトーク、みんなのじゃあ好きな男性おは女性のタイプ。この質問ってしかむずギャップのある人。あ、なるほどね。意外とみたいな、めっちゃ可愛いのにめっちゃ変顔するみたいな、笑顔が可愛くてちょっと重たい関西人。あれ、笑顔が可愛いっていうのもね、基本みんな絶対みんな当てはまる。
わがままな一夜もし、あれ毎日連絡取らなくても平気な人。あ、連絡ね、連絡ね、難しいね。笑顔が可愛くてしっかり信用持ってる人、まあそれはそう。しかも憧れの女性、それ信用持ってる人がいいな。自分持ってる人、好きな女性のタイプ、素直な人、ちゃんとね正直に。真面目な子、真面目か。あー大事。店員さんとかになんかね、態度嫌な態度取らへん人、確かに大事だね。なんか変わる人嫌じゃない。まあそんな人もらんと思うけどな、なかなか。正直な人ね、まあ素直か。ちかちゃん運転手は人変わっちゃうんかしら。変わらんわ、むしろおどおど行くわ。いつもいつもあの道入れてもらったら、ハザードありがとうございますって言ってやってるし、入れて入れてくださいって感じ。めっちゃニコニコしながら入っていく、すいませんってやってるよ。あ、人の好きなもの、好きなことを否定しないとめっちゃいい、それ確かに。自分の好きなことやのになんかうるさいってなるような、でもそんな人はいるのかな、それ嫌いみたいな言うってことかな。まあ確かに好きになる人はその時々タイプが違う。ライブ中に笑顔が多くて心底楽しんでる笑顔を見せてくればアイドルの好きなタイプやんそれ。あ、幸せそうにそうに食事をする人、なるほどね。確かにいっぱい食べる人がいいな。しかも近寄り食べる人がいい。小食はなんか恥ずかしくなる、自分が食いしん坊すぎて。だからしかもいっぱい食べる人がいい。で食べてる時に、え、めっちゃ食べるやんっていう風に言ってこうへん人がいい。なんかさ食べづらくない、めいっぱい食べててさ、食べたらあかんのってなっちゃいそう。あー、思いがある程度重い子も好き。確かにちょっと重いくらいでちょうどいい気もするね。なんかツン、なんかさっぱりスンってしてるより。食べるのは得意、一緒に焼肉行きましょう。でもダメだな、食べさせられるとちゃんと丸くなってきそう。彼女が美味しそうに食べてるとご飯が進むから彼女より必然的に食べれる。めっちゃいい、いいやんそんなん。相乗効果。好きなねタイプか。逆に違う、趣味とか合わへんくてもいいかな。お互いの趣味を教え合いっこしたい、これも面白いよって。まあ合う合わへんはそれぞれだし、それがぴったり合えばラッキー、合わへんかったらまあ合わへんかったやけど、それでなんか世界知れそう。いいよ妄想無料。まあ人それぞれですな、面白いな。みんなの好きなタイプ聞くっていう、これトーク会でやったらねまた盛り上がるねんな。もう一人でチカがどんどん質問攻めするだけやねんけど。いいね、お、トーク会で目の前におる人ですって言わせてねって、お楽しみにしてる。じゃあなんていうかな、
お返しの言葉、目の前におる人です、しかもって言おう。あ、そう、だから自分のタイプないんやって。チカはもうその好きになった人が好きなタイプやと思うから、だからもう多分一緒、誰かと一緒、その時々で変わる。逃げた。急にディズニー行こうって言っても喜んできてくれる人がいいですね。いや喜ぶでしょ、雨じゃなかったら。湿気で髪の毛なくなっちゃうから。そう、好きになった人がみんな好きなタイプだよ、結果ね。このわがまま娘を扱えれれば誰でも。そう、大事よ。せっかく朝こうやって可愛くしていったのにさ、時間かけたのに、ディズニーについて大雨です。ああ、もうストレートになりました。ああ、あの朝の時間返せってなる。もうオールバックで行くわ。そうね、かぶりもんもね、悩ましいんですよね。あれ前髪崩れちゃうんでね。全然楽しめへん。まあ確かにね、お天気悪い日の遊園地ほど空いてるところないもんな。確かにそう、昔なんか雨の日に行ったことあんな。ユニバ行ってガラガラでいっぱい乗った。富士急行ったことないねんな、行ってみたいな。彼女がオールバックで現れたらさすがに笑うやって。確かにその場所によるな。オールバックで遊ぶ場所ってどこや。海、バーベキューとかポニーテールしてたら可愛くない。うん、海だね。オールバックさ、ちか何回かやってんで。あ、好きなタイプ1個思いついたわ。なんか何でもない日にサプライズしてくれる人がいいな。急になんか例えばチョコ買ってきたよとかさ。チョコ絶対今自分が食べたやつ。ちなみにこの見て、可愛くない？アシメントリーのねピアスで、大好きな大好きな人とお揃いやねん。まあその大好きな人は誰なのかはまあ上がったらその時に知ると思うんですが、内緒。うわ、いきなり花束とかも海外それ。そう、ちか大好きな人いっぱいあるから、お揃い、お揃いでプレゼントした。そう、絶対教えへんこういうの。お揃いでね買ってんけどな。普通に考えてさ、お揃いってさ、まあ値段がお値段倍やん。なんか久しぶりにびっくりしてんけど、レジ持ってって。普通やったらさ1個だけその人のために買うけど、お揃いしたいなと思って2つレジ持ってったら、もう当たり前やねんけど、ね、値段倍でびっくりした。あ、なるほどってなってだけど、まあ一生ね、一生多分使うんで。ピアスってさ、しかもなかなかなくすことなくて、指輪はなくしまくりやから、もうほんまに安いのしかつけへんねんけど、これはまあまあと思って。そう、幸せも2倍、むしろそれを上回ってくるからね。可愛くない？でもなんかね、左右違うのがまた可愛いね。もう星がモチーフなのかな。
確かにレジまで気づけへんくらい相手のこと考えたんて素敵すぎる。だってそんぐらいのやっと渡せた、まあ誕生日プレゼントやねんけど、やっと渡せて、もうねお世話になりまくりなので、なんかね先輩にもう言っちゃった、先輩やねんけど、先輩にお返しするってなったらさ、もうプレゼントぐらいしか本領発揮できひんから、そこでもうんとお返しするのが松本千佳子ちゃん、何方式先輩への恩返し方式。いや出世払いした、プレゼントマスターって呼んで、そうめっちゃプレゼントマスターやねん。水平線が、ね、楽しいよねプレゼント選ぶの。でも自分も欲しくなるねんな、ちゃんと選んどって。だから久しぶりにでも2つ買ったかも、自分も欲しいなと思って。みんなへのサプライズか、どんなサプライズある？よく毎日サプライズしてるけどな、ショールーム配信急にやるっていうなのサプライズしてるけど、それはあかんかな。あ、かわいい、今度トーク会でマスターにプレゼント相談してみようかな、いつでも待ってます。条件いろいろ教えてくれたら、何個か渡したい相手の好きなもの趣味とかさ。かわいい、まあ、マスクしとったら邪魔やねんけどな、長いやつは。最強に眠い顔してる。ボックス溜まってるかな。いっぱいあるよみんな。あ、かわいい人。人のインスタが、あれやろうよ、バースデーカラーのやつ。めっちゃハマってるやん。イヤリング、これはねプレゼントであげるときに自分もお揃いで欲しいと思ってね、お揃っちで買ったんだ。今宵も始まりました。では今日も3人やって終わろう。最近ハマってるバースデーカラー、みんなの誕生日でその人のなんか花言葉だったりパーソなんかあるよ、そういう人物像が、それを発表するっていうだけの回なんですけど、では、皆さんもうやった人は楽しく一緒に見てください。3人答えるからみんなコメント欄に誕生日を書くんだ、ランダムで選ぶよ。5 4 3
3-2-1の4月13日でしゅ。4月13日のお色味はなんと、おお、あ、てかさ、この前さ似たような人おったのよ。これ近いわ。フロスティグレイっていう色で、グレーっぽいねんけど、ちょっと白が入ってて、もうほんまに灰色、優しい灰色で、花言葉、違う、色言葉は楽観的、明るさ、哲学的、豊富な生活経験を持つ、違うかな、あ、合ってる、豊富な生活経験を持つユーモア人。あ、2人いる。おお、すごい、ナイス。ユーモア人か。あ、わかるよ、ちか2人とも顔が。楽観的、明るさ、哲学的、哲学はちょっとよくわからんけど、でもユーモア、でもなんか違うタイプな気がするな、その2人は。確かにユーモアは当てはまるけど、なんだろうな、豊富な生活経験、2人おるって難しくない？全部が全部当てはまってるかって言われたらまた別かもしれへんけど、あーって納得はする。まだ違う、あ、哲学っぽいって言われる、なるほどね。まあでもなくもないね。めっちゃ哲学っぽい人とユーモアが強い人かな。いつもねめちゃくちゃ頭良さそうというか、失礼やけど、頭いいんだろうけどめっちゃなんかいろいろ教えてくれる人と、いつも笑かしてなんかいろいろ話してくれる人の2タイプだから2つあるね。でも何個かあるってことですって。お次のバースデーはみんなコメント欄に書いてください。5-4-3-2-1、5月14日、春多いね今回。これ、あー、すごい、オリーブはもうほんまにあのオリーブの色、食べ物のこのオリーブ。自然、優しさ、花や草を育てる喜びを知る自然派。いやでもこの人はめちゃくちゃ優しい人だから合ってるかも。確かに育ててそう勝手なイメージ、お花とか、実際育ててるか分からんけど、こう毎朝起きてこうお水やりしてそうな勝手なイメージ。花、お花買ってんのかな、買ってるって言ったら変か、あ、育ててなかったけど育ててそう。でも花や草を育てる喜びを知る自然派やから、育てた方がいいんじゃない毎朝それに話しかけるだけでもなんかいいっていうしね、お花に大きくなれって。おとぎラスト、今日の今のところさ、知ってるファンの人ばっかり当たるからさ、握手会とか来てくれてる、だから初めての人当たったら何やろうな、これそうだねって言えへんから、会いに来てね、何色のものですって多すぎて分からんくなりそうやけど色。じゃあ今日のラスト、みんなめげじとお誕生日書いてな、コメントに。いきます、5-4-3-2-1。今日のラストは10月6日、
これです。あー可愛い色、シナモン。このシナモンももうシナモンの色、あのよくさあるシナモンの色、ベージュっぽい。体調、精神安定、精神安定、安らぎ、非凡なものが直感的に分かる人。え、非凡って何？調べる。波のものよりずっとずっと優れていること。へえ。どんなどうなの？そんなイメージはないけど、この安らぎは合ってるな。精神安定も合ってるかも。なんかずっと一定のテンションの人のイメージある。まあ確かに非凡といえば非凡なのかな。平和ですなっていう人です。あでも結構ファンの人がさ、多分みんなお互いにね顔知ってる人だったら当たってるっていうのはあるね。当たってるんじゃないこれ結構。ということで本日はここまでです。3人ありがとう。またバースデーカラーまだハマってるから今後やっていくので、めげじと誕生日まだ見てほしいよって人は書いてね。配信が終わったらすぐお風呂入ろう。発表でもそろそろいい時間だな。みんなみんなこの後は何すんの？ What are you doing after showroom？ お風呂つからへんよ。つからへんのかい。 Dinner。あ、今日金曜日やん。てか映画、あ恥ずかしい、私の散らかってる散らかってる棚が見えた。今一瞬見えたっしょ。散らかってます。ちょっと待って、何が見えた？大丈夫です。見てはダメなものではありません。マスクだったり、お裁縫セットとかが入ってる棚なんで大丈夫です。これがありました。ちなみにこれです。やめて、今のところ絶対みんな見といて、見たらもうほんまにボッボッパラッパポン。ねえみんな見えへんかったことにして、やらかしちゃうから。あぶねえ、よかった、ここになんか洗濯物とか置いてなくて。気をつけよう。ちょっとヒヤッとしたところで本日の配信を終わらせたいと思います。優しい、みんな何も見えてんよ。焦ってへん。あっぶねあっぶね、あぶね、あぶね。そう、じゃあ今日映画紹介するので時間があったら見てね。この後メール送るので待っててくださいな。あ、ちなみに今日21時から久しぶりにベッドタイムは大富豪してる。4分間隔でね、1時間ぐらい入ってようかなと思うので、9時4分、8分、12分っていう順でみんなに会えますように。告知はここだけにしとくので、ラッキーマン会いましょう、久しぶりに。またねー、おやすみみんな、良い週末を。明日はお天気悪くなるみたいやから、お外に出る人は傘を忘れずに。さっきニュース見てた。ありがとう、見に来てくれて。おやすみちゃん、ちゃんちゃんこなべ。バイバーイ。